速報です。知事の給与返上問題で自民改革会議の対応が決まりました。知事の不信任決議案を提出するということです。県庁から中継です。はい、こちら本会議場の前にいます。本会議はこのあと40分から始まる見込みとなっています。そして大きな動きがありました。これまで7時間にわたって協議を続けてきた最大会派自民改革会議は、川勝平太知事の給与返上問題をめぐり不信任決議案を提出することを決めました。そして、先ほど10分ほど前には公明党県議団の県議らにも説明して協力を求めるわけではないけれどもひとまず説明したというふうに話していました。ただ不信任決議案の51議席というラインがありますのでそれが可決されるかどうかというのはまだ分かりません。